日野翔太郎が見せる新しいムーブメント、世の中に新鮮な驚きを与える人がいる。無限に広がるフレッシュな世界、新しいことを創造する新しい人、フレッシュフェイシーズ。この番組は野菜にドレスを着せましょう、キューピードレッシングの提供でお送りします。フレッシュフェイシーズ in the case of 翔太郎日野。まあ今都内で銭湯で大体600件ぐらいあるんですが、週に1件のペースで全国でなくなってってるんで、魅力的な場所をまあ若い世代にも情報として発信したいなと思って。デザイナーの日野が始めたのは銭湯に特化したウェブメディア、その名も東京銭湯。銭湯の情報や楽しみ方、銭湯を絡めたイベントを企画するなど、その魅力を伝えている。都内だと地域の知らない方とコミュニケーションが生まれる場っていうのはなかなかなくて、やっぱ震災とか助け合わなきゃいけないっていう状況も出てくると思うので、近隣のコミュニティが活性化すればいいなっていうところもありまして、古くて新しい若者の視点で紹介することで銭湯の魅力再発見につながっている。新しいこと、変わらないセオリー。去年取材を通じて出会った銭湯を引き継ぎ経営も始めた。家族経営が多い業界だが、番台には20代から30代のアルバイト、新しい経営スタイルで客同士の交流が生まれている。出会った時がもうすっぱらかだから、なんだろうね。で、家にも風呂はあるけど、このお風呂には若者がいるんで、誰かと喋りたい時に来るみたいな、ね、繋がってるよね。番台の2人がこう引き合わせてくれるんですよね。週末にはイベントも開催。銭湯が若者から高齢者まで集う地域のコミュニティ空間であることを改めて発信している。まあ風呂を中心とした施設、イベントができる、広告が打てる、まあフロントとかだと飲食提供ができるみたいな、なんかできる施設が600件あるって結構魅力的だと。だからまあそもそも価値があるんですよ。フレッシュフェイシーズ、その先はやっぱりまあ銭湯が若者の就職先としてのまあ魅力的になってほしいなと思ってまして、ずっと新しいような価値観で継続していくモデルになるかなと思ってます。この番組は野菜にドレスを着せましょう、キューピードレッシングの提供でお送りしました。